10代でボンシャー公爵、第10代でボンシャー公爵、エドワード・キャベンディッシュは、イギリスの貴族、政治家。1908年から1938年にかけて、ハーティントン公爵の儀礼称号で称された。1895年5月6日、第9代でボンシャー公爵、ビクター・キャベンディッシュとその妻、イベリンの間の長男として生まれる。イートン公を経て、 ケンブリッジ大学トリニティカレッジへ進学。国防義勇軍の将校として第一次世界大戦に従軍し、二度も主君者公式報告書に名前が載る優先をした。国防義勇軍勲章を受け、フランスからもレジオンドヌール勲章を受けた。1919年から1920年までバックストン市長を務めた。1923年から1938年に、 かけて、西ダービーシャー選挙区から選出されて統一党の庶民委員議員を務める。1923年には、植民地大臣を務めている父代9代、デボンシャー公爵の議会担当秘書官を務めた。1936年から1940年までの第3次、ボールドウィーン内閣とチェンバレン内閣で、 ドミニオン担当省政務次官を務め、第一次チャーチル内閣では1940年から1942年まで、インドビルマ担当省政務次官、1942年から1945年まで、植民地省政務次官を務めた。1938年5月6日に、父が死去し、社位を継承して、貴族院議員に列した。1944年9月には、 長男ウィリアムが第二次世界大戦で戦死した。長男には子供がなかったので次男アンドリューが後取りとなった。1947年から死去までフリーメイソンのイングランドレンングランドロッチのグランドマスターを務める。1946年にはアトリー労働党政権によって最高相続税率90%という貴族に過酷な相続税が定められた。 デボン・シャーコーは財産を守るべく、財産を、後取り、アンドリューを、受益者とする裁量信託、チャッツワース・セツルメントに預けた。相続法によれば、この状態で、彼が5年間生き続けることができれば、相続税を払わずに済むはずだった。彼は全く健康であり、年齢もまだ51歳だったからこれは、安全な策に思えた。 ところが彼は1950年11月26日にイーストボーン近くの自邸コンプトンハウスで木を伐採している際に心臓発作を起こして死去した。相続税からの防衛には14週間足りずの死亡であり、デボンシャー公爵下には8割の相続税をかけられることになった。これによって第11代デボンシャー公爵となったアンドリューは、 一族が400年にわたって集めてきた財宝、美術品のほとんど、また、本邸以外のすべての土地を売却する羽目になった。なお彼の旧死は、殺人犯の石ジョンボドキン・アダムズの仕業ではないかとも、言われる熱心なプロテスタントであり、私は筋金入りのプロテスタントだ。それを誇りに思っている。カトリックは国会の中精神が足りない。 何しろ国よりも神の方が偉いと思っているのだからと述べていた。そのため、長男ウィリアム・キャベンディッシュが中英アメリカ大使ジョセフ・ P ・ケネディの娘でカトリック教徒のキャスリーン・ケネディとの結婚を希望した際には強く反対した。しかし最終的には二人が愛し合っていることを認めて結婚を許可した。 第四代ソウルズベリー公爵ジェームズガスコインセシルの娘メアリーと1917年に結婚し、彼女との間に以下の腰を設けた。ありがとうございます。